プッケルポップは、ベルギーのハッセルと近郊で毎年8月中旬から下旬に開催される音楽フェスティバル。ベルギーではロックウェルフテルに次ぐ規模の音楽フェスティバルで、出演するアーティストの音楽ジャンルは、ロック、ポップ、オルタナティブ、エレクトロニック、ヒップホップ、ダンス、パンク、ヘビーメタルなど多岐にわたる。 プッケルポップは1985年にレオポルスブルクの青年団体、ヒューマニスチックユースオブリアポルズベグによって開催された。ベルギーの祝日である7月21日に現在の開催地であるキビットから北へ約 25km に位置するレオポルスブルク村で1日だけのイベントとして開催されたのが始まりだった。1985年の第一回目は、 村のサッカー場であるコンプレックスエクセルシオールヘッペンで開催され、イギリスのソングライターアン・クラークがヘッドライナーを務め、7つのアーティストが出演し、3000人が参加した。1988年にはフェスティバルはヘクテルエクセル村に移り、サニコレ飛行場で開催された。また、フェスティバルは8月下旬に移動した。1989年には、 ヘッドライナーのザ・ポックスとザ・シュガー・キューブスがイベントの数週間前に出演をキャンセルしたためフェスティバルが中止された。1990年には再びヘクテル・エクセルで開催されピーク時には1万人の参加者を記録した。1991年フェスティバルは現在のキビットに場所を移し村にある子供たちの触れ合い農場の敷地内で開催された。 1992年には会場を高速道路、ケンピッシュステインウェグのそばの畑に移し、現在に至る。1993年には屋外のメインステージに加えて屋内ステージ、ザマーキーが新設され、前年の約2倍の出演者数となる。1994年には2つ目の屋内ステージであるダンスホールが追加された。1995年には、 10周年を記念して、ニール・ヤングとスマッシング・パンプキンズをヘッドライナーに迎え、初めて2日間のイベントとなった。観客動員数もピーク時の6万人を記録した。1996年には、屋外のスケートステージと、クラブと呼ばれる小型のマーキーの2つの新しいステージが追加された。1997年には、ボイラールームと名付けられたマーキーが追加され、 ステージ数は6つになる。1998年から2001年にかけては、スケートステージはヒップホップステージに改名され、2日間のうちの1日は、ジュラシック語や、ファーサイードなどのラップとヒップホップアーティストに特化した、ステージとなった。1999年には、ダンスイベントのクレムフィールズがイベント初日に、プーケルポップに統合された。百九十九年には、 エクスペリメンタルステージが登場し、翌年にはシャトズクラッペアルと改名され、2004年からはシャトーと短縮された。2000年、南アフリカのプレトリア近郊で毎年開催されている音楽祭オッピコッピとの交流プログラムが発表された。同年、エミネームはアメリカからの出国が禁止されたため、キャンセルを余儀なくされた。2001年には初めて3日間のイベントとなり、 観客動員数のピークは、前年比76%増の11万5千人に達した。2004年には8つ目のステージ、バブリーフと呼ばれる第8ステージが追加された。2005年には20周年を迎え、ピクシーズ、ザ・プロディジー、ニック・ケーブザ・バットシーズをヘッドライナーに迎えた。また、このイベントの入場者数は13万7千人に達し、ピークを迎える。 2010年には25周年を迎え、アイアンメイデン、プラシーボ、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ、スノー・パトロールなどがヘッドライナーを務めた。2010年はプッケル・ポップ史上初となる開催約5週間前にチケットが完売した。ありがとうございます。